よく似ておる。兄上がもう一人いるとしか思えませぬ。長年兄上の影武者を務めたこの信賀どもこのようには参りません。どこで見つけて参った？釜無川の潮木場で拾って参りました。潮木場？ああ。逆さ貼り付けになるところを通りすがりに見かけまして、何かの折兄上の影武者にいかんかともらい受けてまいりました。何者じゃ？領内を荒らし回っていた盗人でござります。盗人？したたか者、いかなる責め苦にも口を開きませぬが、人を殺めている疑いもあると剣士の者が申しておりました。その剣士の者ども、この男がわしに瓜二つなのを何と申しておった？何も。肉親のこの信賀とゆえ兄上に瓜二つと見抜き申した。髪形なりふり言葉遣いは全くの無頼。誰もこの者が兄上に似ているなどとはとんと考え及ばぬ体でござりました。うん。いや、この信賀どもこのように取り繕わせて今さらあまりに兄上に瓜二つなのに驚き入っている次第でござります。この男の生まれは？そのことでござります。他人の空ににしてはあまりに似すぎておりまする。もしや父信虎殿の落とし種ではあるまいかと。しかしこの男流れ者で、生まれは奥州、父上とは何の関わりもござりませぬ。それにしても信賀殿、逆さ貼り付けにかかろうというほどの無頼の者をいかに似ているとは申せ、わしの影武者にとは旅外であろう。たかだか五貫十貫の小銭を盗んだ小泥棒だ。国を盗むために数え切れないほど人を殺した大泥棒に悪人呼ばれされる。悪人呼ばれされる。お前はね、黙れ無礼者。どうせ逆さ貼り付けになるはずの身の上だ。片足地獄の釜に突っ込んだこの俺だ。落とす。落としたって兵でもね、似てくなり焼いてくなり勝てるない。構わぬ。何なりと申すがよい。ん？申せんならわしが申そう。確かにこのわしは強欲非道の大悪人じゃ。実の父を追放し我が子も殺した。わしは天下を盗むためには何事も辞さぬ覚悟じゃ。血で血を洗う今の世に何者か天下を取り、天下に号令せぬ限り
その地の川の流れは尽きず、屍の山は築かれるばかりぞ。冷えてまいったな。いや、冷えると古傷が痛む。信門、この男よくぞずけずけと申した。使えるかもしれん。その方に預ける。